はいどうも、なめこのぼっち旅、りょんたんです。今回タイトルにあります通り、有馬温泉元湯古泉閣、こちらの旅館に泊まってきましたんで、いつもホテル宿泊機って感じなんですけども、今回は旅館宿泊機ということで、早速ね、古泉閣の方を紹介していきます。と言いながらも、まずね、車窓は、まずは姫路から出発しまして、新快速に乗って神戸の方に向かいます。はい、そして今回のね、有馬温泉なんですけど、皆さんご存知でしょうかね。神戸の北側、そして六甲山のちょっとだけ北側にある、いわゆる温泉街ですね。そして日本最古湯と言われてまして、古くから日本にある温泉場ということで、他には愛媛県の道後温泉、そして和歌山県の白浜温泉、そして今回行きます有馬温泉となります。また日本三古湯でありながら、さらにね、日本の三名泉と呼ばれてまして、草津温泉、下呂温泉、そして今回の有馬温泉ということで、歴史もあるし、そして有名でもある、そんな素晴らしいね、温泉地、これから行ってきたいと思います。まずは神戸駅で下車しまして、神戸高速南北線、そして神戸電鉄有馬線に乗り換えまして、有馬口駅から今度有馬温泉駅、そちらね、ローカル線といいますか、一駅だけのね、区間に乗りまして、最終目的地の有馬温泉駅に到着です。姫路からね、だいたい1時間半ぐらいかかりますんで、結構遠いですね。車で行くとね、高速、すぐ近く高速走ってますんで近いんですけど、ちょっとこういったところは電車で行くとちょっとアクセスが大変ですね。そして画面の方ではなんだかんだ言うてる間に、目的地の有馬温泉到着ですね。有馬温泉の特徴として、金泉、そして銀泉の2つのお湯があるんですね。金泉、金の泉、そして銀泉、銀の泉ということで、それぞれ2種類の異なるね、泉質のお湯があるんですね。金泉の方は鉄分と塩分を多く含んだ、褐色、なんて言うんでしょう、ちょっと濁った色ですね。で、お湯に浸かるとね、もう体というか手も見えなくなるぐらい濁っているようなお湯の色なんですね。で、こちらの方は保湿であるとか保温であるとかありまして、で、銀泉の方は、見た目にはね、無色透明なお湯なんですけども、炭酸泉とラジウム泉の混合ということで、ね、早速楽しんでいきたいと思います。はい、改札抜けまして、やっぱ今の時代ね、結構ご当地のアニメキャラクター、どこにでもありますね。ちょっとね、目に毒ですね、実に。はい。そして、こちら駅前、有馬温泉駅前となりますね。ここには金の泉ということでね、やっぱりこう、有馬温泉の特徴でもあります。金の泉、金泉ね、結構アピールしてあります。そして、温泉街はこちらの画面の奥の方に広がってるんですけども、まずはちょっとお昼ご飯食べに行こうということで、ちょっとね、ルートを外して北の方に進みます。今日の夕食は古泉閣の方でね、豪華な夕食、和食の夕食待ってますんで、お昼ご飯は洋食にしようということで、こちら、洋食のエルボンというお店にやってきました。特に事前情報なかったんですけどね、Google マップでどっか洋食のお店ないかなと思って調べてたらいい感じのお店があったんで、やってきました。はい、こんな感じでね、洋食のお店で、こちらね、値段の割にはきちっとしたね、コース料理を提供してくれるということでね、もう即決だったんですけども、今回はランチセットということで、前菜とスープ、そしてメインの肉料理、そしてデザートの4皿のメニュー内容となりますね。で、こちら早速前菜ということで、こちらね、うなぎのキッシュ。これめちゃくちゃ美味しかったですね。そしてローストビーフと豚しゃぶ。そして甘エビのマリネとエスカルゴということで。はい、エスカルゴ、カタツムリですね。僕今回初めて食べましたね。やっぱなんか貝っぽくて、ちょっと変な味でしたね。続いてスープということで、チキンとお米のスープですね。こちらスープというよりは、チキンの鶏肉のエキスがね、なんかすっごく染みてて、ビーフシチューのような味でしたね。なかなか濃厚で美味しかったです。そして肉のメイン料理ということで、ヒレ肉のステーキということで、こちらもね、ソースが濃厚で美味しかった。そして締めのデザートということで、ドリンクの方はアイスコーヒー。いただきまして、こちらね、入れ物、コップの方もね、鉄製のなかなかおしゃれな器でした。で、デザートのプレートの方も4種類載っておりまして、ね、この秋、今だが旬のいちじくのアイスクリーム、そして栗の実が練り込まれたシフォンケーキ、そしてフルーツとあとフルーツケーキといった組み合わせでした。お値段の方はね、4種類の内容で2,900円ということで、なかなかね、お得じゃないでしょうかね。はい、そしてお腹いっぱいになったところで、有馬温泉の温泉街ね、散策していきます。目の前に流れているのが有馬川ということで、こちらに沿ってね、町の方をどんどん登っていきます。こちらで見てわかる通り、結構川の両脇ね、階段とか遊歩道が整備されてまして、でなかなか綺麗とね、そして目の前に赤い橋がかかってるんですけども、ちょうどこの時期ね、紅葉、だんだんと色づき始めた感じでしょうかね。なかなかね、綺麗、色のコントラストが綺麗なところでした。そしてこちら目の前に広がってますのが、この有馬温泉一番の繁華街ですね。太閤通りということで、有名な旅館とかもそうですけども、こちらのね、有馬温泉の名物、炭酸せんべい、そういったお店もね、ずらりと並びます。今回というか、僕自身結構ね、この有馬温泉ちょくちょく行ってますんで、ちょっと今回は散策はほどほどにして、旅館の方に向かいましょう。今回のこの古泉閣はね、ちょっと離れてますね、駅前から。なんで、車で行くと、5分もかからないんですけども、こんな感じで坂道を結構登っていきますんで、ちょっとしんどいな、歩くのしんどいなって方でしたら、有馬温泉駅に着いたところで旅館に電話しますと、送迎バスで迎えに来てくれます。だいたいバスで5分ぐらいといったところですかね。歩くと10分、15分ぐらいかかっちゃいますね。そして古泉閣はね、この目の前のなんか不思議なトンネルですね。千と千尋の神隠しに出てきたようななんか怪しげなトンネル。そちらを抜けますと正面にドンとね、すごく存在感のある建物が見えてきます。今回宿泊しますこの古泉閣。関西圏に住んでいる方、有馬温泉行ったことある方ならね、結構知ってる方も多いんじゃないでしょうか。この僕の中ではこのね、有馬温泉の中で一番いいホテルっていうか、いい旅館の一つじゃないかなと思ってます。その理由として一番大きいのはね、この旅館名にもあります通り、元湯、古泉閣、元湯なんですね。はい、他の旅館とかホテルとかでしたら、この金の湯、銀の湯を、提供するにあたって、共用のね、宣言からお湯を引いてるんですけども、この古泉閣については専用の、昔から専用の宣言がありまして、そちらの方からお湯を引いてるということで、毎時6トンを超える豊富な湯量だそうで、かなりね、こちらの方、温泉の方もたっぷり贅沢にね、お湯の方を、提供ね、してるみたいです。お風呂の紹介は後にしまして、こんな感じで、ね、立派な店構えしてまして、入り口にはね、枯山水ですかね。庭園とかもね、立派な門がありまして、そして入り口くぐるとね、こんな感じでなかなか豪華な入り口となってますね。このぼんぼり言うんですかね、灯籠言うんですかね、こちらもいい感じに配置されててね、なんかこう、高揚感ありますね。そしてこちらはメインとなります。フロントのある2階ですね。ロビーとなるんですけども、こちらの方にお土産コーナーであったり、ちょっとだけコーヒーとか飲める喫茶コーナーもあります。この喫茶コーナーのね、ところから見える眺望もね、かなりいい感じの景色かなと思います。ただちょっと目の前にね、街が広がってるんで、目の前神戸の街かなと思ったんですけど、全然違いますね。方向的には北の方向いてますんで、市としては西宮の街が映ります。なんで、夜景もね、そんなにあまり綺麗な感じではなかったですね。そして目の前に映ってますのは別棟ということで、こちらの方はね、なかなか宿泊料金もさらにね、お高くなるいい部屋ですね。今回僕が利用しましたのは、この古泉閣の中でも一番リーズナブルな、元安いね、部屋となりますのでね、そこまで期待せんといてください。はい、そして時間の方もチェックイン開始の15時となりましたんで、早速ね、チェックインの手続きの方をしまして、中井さんに部屋の方ね、案内してもらいます。今回の部屋は402号室ということで、今回利用します本館の方は6階建てなんですけども、客室の方が今回の4階、5階、6階のね、3層になります。そして僕は今回は一番ね、やっぱ安いからか一番下の部屋ということで、4階の402号室でした。ただ一番安いといっても部屋自体はね、しっかりしておりまして、まあもちろんね、和室なんですけども、靴を脱ぐ 0.5 畳ぐらいの踏み込みという部分がありまして、2畳分ぐらいの全室、そしてメインとなる主室。こちら今回の部屋はね、8畳の部屋となります。はい、もう見てわかる通りね、ザ・旅館って感じのね、雰囲気でいいですね。まあ、畳張りについてはね、僕の家も思いっきり畳なんで、あんまりこう、珍しい感というか、畳の香りになんか、あっていうのはないんですけども、まあ、落ち着く空間ですね。で、真ん中に大きなテーブル、そして座椅子が2脚置かれてね、いい感じですね。そしてこちらの方は縁側、もしくは広縁というらしいですね。やっぱこういったのもね、旅館ならではの空間ですね。そして今回の部屋からの景色はこんな感じということで、こちら南側を向いてまして、目の前は思いっきり宿のね、玄関、駐車場が広がってますね。そしてこちら正面お風呂の方向なんですけども、こちらちょっとだけね、こんな感じで、なんちゃって枯山水みたいな感じで、和っぽいね、雰囲気の文が置いてありました。こういうちょっとしたスペースがなんかほっこりしますね。この縁側、そして広縁というね、この空間ね、ここに座りながらね、このテーブルにお酒を置きながらね、おつまみ食べながら、外の景色ね、見るっていうのも結構やっぱ、旅館ならではの、楽しみ方ですね。まあ、ちょっと今回は、あいにくね、景色はそないに良くないと。で、こちらの方は空気清浄機。やっぱ今の時代、こういったものもやっぱ結構必需品なんでしょうかね。そして今回は公式ホームページから予約しましたんで、その特典の一つということで、ミネラルウォーター、有馬温泉の水ということで、ありますっていうのがね、置いてありました。ホテルでしたらね、結構水ね、最初から置いてくれてるところもあるんですけども、旅館はあんまないですよね。そして今のご時世、例のあれの関係でしょうかね、ウェットタオルということで、除菌のね、タオルがついてました。そしてこちら、お月のお茶、お月のお茶菓子ということで、こういったものも旅館の楽しみですね。旅館自慢の和菓子を置いてくれてますんで。そしてこちらね、ついついこう到着したらすぐ食べてしまいそうなんですけども、こちらですね、温泉、お風呂入りに行く10分から20分前に食べるのがいいらしいですね。入浴前の水分補給、そして空腹状態での貧血を避けるためと言われているそうで、あまり気にしてはなかったんですけどね、こういったサービス一つ一つとっても日本人らしい気配りの精神ですね。そしてこちらの方、旅館の案内ということで、こういうのを見るのも楽しいですよね。旅館のまあ全体マップ、見取り図であるとか、レストラン、食事どころの情報、そして近隣の観光情報、お得なチケットの情報とかね、いろいろ載ってますんで、一通り目を通しておくと、よりその旅館をね、楽しめるんじゃないかなと思います。こちらは食事処のドリンクメニューということで、まあ、料金についてはまあまあ普通といった感じでしょうか。まあ、ここ最近はありがたいことに、マリオットのね、いいホテル、リッツ・カールトンとか、ウェスティンとかなんか泊まらせてもらってますんで、なんかそういうのと比べると、なかなか良心価格かなと思いました。そして今回はね、和食の、がっつりとしたメニューになりますんで、やっぱり和食といったら、日本酒ということでね、これがね、日本酒いただきましょう。はい。と言ってもあんまりお酒は詳しくないので、今回こちら、日本酒3種類の飲み比べセット、こちらの方をね、注文したいと思います。そして引き続き部屋の方をじっくりと見ていきましょう。先すっ飛ばしたんですけども、テレビの方は三菱の32インチの液晶テレビでしたね。まあ、必要十分の大きさといったところでしょうか。そしてこちらの方には浴衣とかね、館内着とかも置いてあります。そしてこちらはね、結構これ後々家に持って帰ってね、いい思い出になるんですけども、旅館名がプリントされたタオルということでね。そしてこちらの方は浴衣は、こちら男女ペアの浴衣になるんですかね。なんかこういうのをセットで置かれるとね、ぼっち利用者の場合はちょっと悲しくなっちゃいますね。そしてその下には金庫。そしてこちら踏み込みのところにあります、ミニバーですかね。冷蔵庫とかそういったお茶関係の場所ですね。こちら冷蔵庫の中には有料のドリンクがありまして、ジュースとビール、チューハイ、そしてジュース関係、そして水、揃ってますね。まずこういったね、ミニバー関係はやっぱどうしても高いというイメージがあるんですけども、はい、こちら見てください。実にね、良心価格。ホテル利用がここ先多かったから、それとついつい比較しちゃうんかもしれないですけど、実にこう良心価格ですね。ビール350円とか、ジュースもね、250円。こちらね、有馬の後で飲んだんですけども、三ツ矢サイダーみたいな、サイダー、ジュースですね。こちらの方が250円ということで、いわゆるこう、外のね、お土産屋さんで売ってる価格と一緒なんですよね。だからこういうの、この良心価格やと、ついついこうね、あ、どうせやったら飲んでみまおうかなって形で、ついついね、飲んじゃいますね。はい、そしてこちらの方はトイレ、もちろんウォシュレット。そして振り返ると洗面台ということで、こちらの方もね、十分な広さがあって、綺麗な洗面台でした。アメニティについては、ぼちぼちといった感じでしょうか。歯ブラシと髭剃り、綿棒とかね、揃ってます。そしてこちらの方、温泉旅館ではあるんですけども、こんな感じでね、しっかりとしたバスルームもありました。こんな感じね、シャワー浴びるところもありますし、バスタブもありますと。そして何より驚いたのがね、このバスタブ、ジャグジー付きということで、一般的には温泉旅館言うと、やっぱね、共用の温泉に力を入れて、こういったね、部屋ごとのお風呂ってそんな大したことないんですけども、こちらの古泉閣についてはね、しっかりとした一部屋一部屋に立派なお風呂がついてました。そしてお風呂からね、こんな感じでがっつりとね、景色見ることができますね。で、こちらジャグジーのボタン関係。はい、一通り撮影も終えまして、座椅子に座って一息つきましょう。はい、中井さんに入れてもらったお茶を飲みながら、お月のお茶菓子を食べてね、ちょっとゴロゴロと贅沢な時間を過ごします。ちなみに今回の宿泊費なんですけども、1泊2食付きで37,000円でした。これに GoTo トラベルのキャンペーンで、14,000円ほど割引になりまして、24,000円ほどのお支払いと、これに6,000円分の地域共通クーポンつきますんで、実質18,000円といったところでしょうか。ね、この値段で、ね、贅沢なひととき味わえるんですから、いいですね、このキャンペーン、ほんまに。はい、そしてこちらはね、この古泉閣の全体のマップということで、今いる本館を基準に左右にね、別館と東館がついてます。そして、八角堂っていう展望風呂と岩風呂。こちら2種類の湯船というわけじゃなしにね、このお風呂自体が2箇所ありますんで、それぞれ趣、全然違いますんで、一つの宿で2度美味しいというのは特徴的じゃないでしょうかね。こちら創業以来、源泉かけ流しの趣あふれる岩風呂ということで、元湯の宿として源泉かけ流しの岩風呂は創業以来、その姿を変えることなく現在も親しまれていますと。そしてこちらの方は展望風呂の八角堂ということで、こちらの方はね、広々としてますね。そしてまた全面ガラス張りになってまして、その正面には日本庭園が見えますんでね、ゆっくりと落ち着いてお風呂入ることができますね。そしてその奥にはなんか池があるみたいで、その右側にはね、なんかいろんな野外ステージであるとか、レストラン、そしてコテージがね、あるんですね。こちら、古泉閣はそういった和のね、旅館だけじゃなしに、こういった家族で一棟丸々ね、借りれるコテージみたいなのがありまして、そちらの方で宿泊した場合は、洋風のレストラン、ラ・フォンテーヌっていうところで、フレンチのコース料理をいただくことができるそうですね。これはこうね、一つの建物、ホテルの中で、和も感じれて、洋も感じれるっていうのはなかなか面白いですね。そしてこちらの早速ね、今度旅館内を散策ということで、別館の方にちょっと足を伸ばしてみます。こちら別館ね、入った瞬間なんか、高級やなっていうのを感じましたね。そしてこちらの方、ホテルの中には、旅館の中にはバーがあるんですけども、現在は例のあれの関係で閉鎖中ということで、こちらの方で夜はお酒を楽しむことができるそうです。で、こちら引き続き別館の中なんですけども、もうね、もう入った瞬間に、あ、違うわと感じました。なんかすんごいゴージャスですね。和の作りのゴージャス感がね、すごい溢れてますね。なんか一つ一つ、廊下一つとってもね、なんかこう、高級そうな感じで、おそらくこちらの方を宿泊しよう思ったら、もう2、3湯吉積まないといけないのかな。僕は予約しようとした時にはね、こういった部屋は全て予約埋まってたんで、早々に売り切れるような人気の部屋なのかなと思います。それでは続いてお風呂の方を見ていきましょう。先ほど紹介しました通り、この古泉閣ですね、2つのお風呂があります。源泉かけ流しの岩風呂、そして展望風呂の八角堂ということで、地下1階に連絡通路ありまして、こちらね、ちょうどエレベーターで地下1階に降りてきたところとなります。まあ、こういったところを山ということでね、斜面にできてますんで、まあ、こんな感じで、一応地下ではあるんですけども、まあ、半地下みたいな感じでね、正面には日本庭園が広々と広がってます。これちょっと残念と言いますか、もったいないというのがね、日本庭園出れるんかな思ってたら、おそらく出れないんですよね。こんな感じで窓の中からというか、建物の中から楽しむ日本庭園となってます。そしてこちら左右に分かれる形で、左に行けば、源泉かけ流しの岩風呂、右に行けば、展望風呂の八角堂という感じに、二手にね、分かれる形となります。日本庭園はこんな感じでね、ほんま、なんかちょっとね、そのままドア開けて行って散策したいなと思うぐらいね、綺麗に整備されてました。では、まず一番のメインとなります、岩風呂の方に行ってみましょう。と言いながらね、お風呂の映像は当たり前ですけどないんですけどね、風呂場の入り口前までの映像となります。こんな感じで階段ね、30段ぐらいちょっと降りることになるんで、ちょっと風呂上がった後はね、ちょっとしんどいですね。ちょっと足腰弱い人は、ちょっとここが大変かもしれません。そしてこの時期ちょうど行ったのが10月の後半だったんですけど、もう寒くてね、こちら正面に映ってるんですけど、石油ストーブ、つけてありました。そして独特の石油ストーブの香りっていうんですかね、が漂ってまして、なかなかいい雰囲気ですね。ちょっと寒いね、冬場を先取りしたような匂いがしてました。そして今度は反対側、展望風呂の八角堂に行ってみましょう。こちらの方はね、同じく、下に降りる感じなんですけども、エレベーターもありましたんでね、足腰弱い人にも安心です。で、こんな感じで螺旋階段降りてきますと、お風呂の入り口がね、出てきます。そして金銭でさっぱりした後、しばらく部屋でのんびり過ごしまして、日が暮れましたと。時間の方がだいたい18時ぐらいといった感じですね。まあ冬場は冬もね、近づいてきましたんで、日が暮れる時間もだいぶ早くなりまして、こんな感じでね、古泉閣の旅館入り口もいい感じにライトアップされてます。この枯山水がいい感じにね、照明とマッチして、いい雰囲気、ね。なかなかいい感じの言葉が出てこないですけど、いい雰囲気のね、門構え、面構えになってます。そして今回僕の部屋は正面、今正面に映っている部屋が今回の僕の部屋ですね。402だったかな。そして旅館の醍醐味、ね、これから夕食の方を食べていきましょう。今回僕の申し込んだプランは大広間での食事やったんで、これからね、食事どころ行っていきたいと思います。申し込むプランとか、部屋によってはね、部屋食とかできるんですけども、まあ、今回僕が申し込んだ一番安い部屋で、まあ、食事のランクは下から2番目のプランだったんですけども、食事会場は3階にあります万寿長寿というね大広間での提供となります。ただホームページにね半個室と書いてありましたんで、今のご時世ですね、例のあれの関係でやっぱりこうね感染リスク低減ということで半個室と書いてあったんで、どんな感じかなと思ってたら、はい、こんな感じでしたね。1グループごとにねこんな感じでカーテンで仕切ってありまして、何も文句つけるつもりはないんですけど、なんとなく病院って感じがしましたね。なんか健康診断受ける時の病院のあの独特のパーテーション、なんかそんな感じ溢れる大広間でした。はい、そして席に案内されますとね、こんな感じで、ほぼほぼ一式揃ってましたね。最初に出されてました。今回の料理は、神戸牛の一品付き京風懐石ということで、はい、こちら神戸牛ね、ドーンと。と言いながら、肉3枚なんで、ちょろっとだけなんですけどね、そちらはこちらの鉄板で焼くと。そしてこちらは、土瓶蒸し。ハモが入ってるのかな。そしてこちら焼き物の魚関係。そしてこちらがね、なんかいろいろ隠れてますけど、前菜という感じですね。そして今回の料理の内容はこんな感じということでね、ずらりとこうメニュー並ぶのいいですよね。また、持ってきてくれた時にね、これ何の料理ですとは言うてくれるんですけど、やっぱこう文字にして改めて読み直すとね、結構こう楽しいですね。ワクワクしてますね。そしてまずこちら前菜ということで、とりあえずいろんなやつが載ってるんですけども、メニューね、僕も今喋りながら見てるんですけど、漢字よくわかんないということで、とりあえずざくばらに言いますと、島肝、松風、木盛り卵、松ほにゃ、エビ、あゆ巻き、もみじ、麹、柿の酢、読めない。ということで、とりあえずね、やっぱ日本語難しい。はい。そして今度こちら、ドリンクね。早速さっきも言いましたけども、日本酒飲み比べセット注文しました。正直あんまり日本酒よくわかんないんですけど、やっぱ雰囲気でね、やっぱ和食、日本食にはね、やっぱり日本酒という形ですね。そしてこちらの方ね、ちょっと持ってきてくれるのに時間かかったお詫びということで、なんかもう一種類ね、おまけしてくれました。ありがとうございます。なめこも喜んでます。はい。あと、これ、テーブルマットと言いますかね。一番下に敷いてある紙なんですけど、こういったマット一つにとってもね、結構手が込んでますね。書いてあります通り、有馬の四季ということで、春夏秋冬、ね、有馬の山のこんなね、景色載ってました。こういうのはね、どうせ汚れてきっちゃなくなっちゃうんですけども、なかなかね、こういうのね、一つ一つに手が込んでるというのもありがたい配慮ですね。はい、そして続いて汁物ということで、今回ね、土瓶蒸しということで、皆さん土瓶蒸しって、食べたことありますでしょうか？僕今回初めてで、これどうやって食べたらいいんやろうということでね、慌ててスマホで調べたんですけども、まずはこれね、出汁を楽しむということで、まずはちっちゃなおちょこに出汁を入れまして楽しむと。この出汁結構重要らしいですね。料理人の腕の見せ所といったところらしいです。そしてその後、こんな感じで蓋を開けまして、中の具材をいただくと。今回はハモと、椎茸、松茸入ってたかな。そしてあと銀杏とかね、いわゆる秋の味覚がたっぷりと入ってました。そして最後にこちら、すだちを絞って味を変えて楽しむということだそうですね。こちら入れることによって若干さっぱり、ね、酸味が強くなって、これはこれで美味しかったです。なかなかね、やっぱりこう手が込んだね、土瓶蒸し、美味しい料理でした。続いてお刺身ということで、本日の近海物あしらい一式ということで、マグロとタイだったかな、あとフグということで、ね、こちらフグというと、ね、ついつい僕にとってはね、やっぱファーストクラスで食べた、フグの料理ね、お刺身が僕にとっての初フグだったんで、なかなか印象的だったんですけども、こちらの方もね、ポン酢で美味しくいただきました。はい、そしてこちら焼き物ということで、サワラの杉板焼き。そしてこのタイミングでご飯と炊き合わせ、味噌汁とお漬物、この締めのご飯系がね、一気に出てきました。はい、それではメインイベント、神戸牛焼いていきましょう。ね、このやっぱこう目の前で自分で焼くっていうのはね、いいですね。このジューっていうね、焼く音がね、すごく食欲をそそります。また最初はね、肉ちょっとしかないな思ってたんですけど、まあ、こんな感じでいろんなね、料理を食べることになるんで、まあ、この量でちょうどいいぐらいかな、うん、ちょっとでもやっぱり物足りひんかな。もうこの倍ぐらい肉欲しかったかなっていうのがね、正直なところですね。そして今回ね、これ、まあ、肉が美味しかったっていうのもあるんですけども、タレがね、めちゃくちゃ美味しかったです。一応メニュー見ますと、山椒タレということで、まあ、タレに山椒の粒が結構入ってまして、ピリリといいアクセントになる、タレなんですけども、何よりこのタレがね、めっちゃ甘いんですよね。まあ、よく言うと、砂糖醤油みたいな感じですかね。僕ね、甘いもん大好き人間なんで、この甘さがね、めっちゃ美味しく感じましたね。これちょっとこのボトル、ね、お店に、売店にこのタレがボトルで売ってたら、ちょっと買うて帰ろうかなって思うぐらいね、美味しかったです。中井さんに聞いたら残念ながら、オリジナルということで、売ってないということでね、またちょっとこれだけのために行ってみたいなと思ったりしたところですね。で、こちら炊き合わせということで、ニシンの、まあ、煮たやつですね。そして、エビも、モロコインゲンということで、贅沢な炊き合わせとなってます。そして最後、締めのデザートということで、寒天フルーツゼリー、そしてモンブラン、あと、牡蠣と巨峰が乗ってましたね。こちらもデザートもね、結構なボリューム、そしていろんな種類を楽しめるんで、なかなか甘党な僕にとっては嬉しいデザートでした。そしてごちそうさまでしたということで、部屋に戻ってきますと、ベッドメイクと言いますか、ね、寝るモードということで布団が敷いてありました。はい、8畳の部屋に布団1個だけっていうのがね、ちょっと悲しいね。やっぱこう、誰かと来たいね、こういったところはね、なんかこう、大きな部屋にね、一人で布団1個ポツンっていうのがちょっと味気ないというか、寂しいなと思ったのが正直なところですね。はい、そして一夜明けましておはようございますということで、現在本日は月曜日ということで、ちょうどこの時間帯ね、職場のみんなが死んだ魚の目して仕事始める時間帯なんですけども、そんな時に僕は優雅に有馬温泉で旅館に泊まってるということで、ちょっとね、非日常を味わってるわけなんですけども、早速ね、朝ごはん、朝食会場にやってきました。場所の方はね、ついさっき食べた夕食と同じ会場ということで、3階のね、大広間となります。朝ごはんはこんな感じですね。席に着く段階で、ね、こんな感じで一式ね、揃って並んでおりました。もうね、見るからに豪華。朝ごはんの時点でね、こんなにいろんな種類ね、食べれたらなんかすごく体に良さそうな感じがしますね。だし巻き卵に煮物。そしてこちらはサラダ。湯豆腐、湯葉も入ってましたね。そして味噌汁。そしてこれ焼き魚。これ、なんやろね。なんかの焼き魚。正直ね、なかなかこの焼き魚ね、身がそんなになくて食べづらいんですね。こういったやつって。そしてご飯のお供的な存在ですね。かまぼこに梅干し、漬物、そして豆の甘煮とかね。そういったご飯が進むようなやつがいっぱいね、揃ってました。そしてデザートに酒粕のプリン。そしてオレンジですね。こういった旅館で朝ごはん食べますとかなりのボリュームなんでね、9時ぐらいに食べてももうお腹いっぱいで昼ごはんも食べなくてもいいって感じに毎回なりますね。まあ、ついつい食べ過ぎちゃうというのと、なんか残しちゃうともったいないってことでね、ちょっと無理してお腹に詰め込んじゃう感じがしますね。そして今度こちら、ホテルのフロントのところでね、お茶をいただきます。今回公式ホームページで予約しましたんで、その特典の一つとして、今回ね、喫茶コーナーでのドリンク1杯無料券いただきましたんで、キャラメルクリームティーをいただきながら、優雅にね、この晴れ渡った有馬の山々を見ながら、美味しくね、のんびりしておりました。そして時間も10時を過ぎまして、今回の旅館は11時がチェックアウト時間なんですけども、まあそろそろね、おいとましましょうということで部屋を片付けまして、チェックアウトして部屋を出ます。これでやっぱり旅館、ホテルもそうなんですけども、やっぱり1泊2日ではね、なかなかホテル、そして旅館そのものを満喫するっていうのはなかなか難しいですね。せめてやっぱり2泊3日したいところですね。まあただ2泊3日するとちょっと予算的にね、厳しいということで、なかなか難しいところではあります。そして今回帰るときはね、ちょっと楽しようということで、旅館から有馬温泉駅までの送迎バス利用しまして、駅まで戻ってきました。はいはい。ということで、長々と、ね、今回の有馬温泉元湯古泉閣お伝えしてきましたけども、以上で動画の方ね、終了となります。まあ、なかなかね、普段でしたらね、今回です最初に言ったんですけども、37,000円の部屋と料理となりますんで、なかなか利用する機会はないかなと思うんですけども、まあ今現在ね、絶賛やってます、GoTo キャンペーンで、まあ約24,000円、そしてクーポン使ってなんやかんや実質18,000円のプランでしたけども、なかなかね、満足いく内容でした。またね、機会があったら利用したいですね。そしたら今回は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。